ああどうも皆さん、えー、レック専任講師の宮口です。どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは、ね。夜の皆さん、こんばんは。はい。さあ、それでは今日はですね、これだああ。本試験で思考停止防止する3つの方法ね。えー、これにつきまして、レック専任講師宮口聡がお送りいたします。はい。 えー、これねちょっと私あの論文を想定してねあの作ってるんですがまああのまあ担当の話もしますからええー、ちょっと論文的な話でちょっと私あの書いちゃってるんですけどね担当の思考停止を防止する方法もやりますからねはい今回言いたいのは、えー、以下の3点ということで、えー、まあ主に論文向けの。 話ですけど、えー、上から読んでいくのではなくう説問から読んでいくと、えー、これはですね最近あの、えー、ちょっと後ろに本試験がついてるからそれでも見ようかあ例えばね例えばあそうですねまあ特許法平成30年の特許法はあれだもんね 端短いから設問から見るっつったってそんなに変わらないかなという気がしますんでねちょっともうちょっと待ってね本当にそれがねうってつけのような問題を見た方がいいと思うんですよちょっとねそれはどれかと言いますとあ商標法とはいいかもねちょっとね商標法があのうってつけですわあの平成30年のね で問題地はこれは短いので別に上から読んでもらって構わないんですけどこういうのはね普通に読んでください上から。で聞かれてるテーマが1つなのか2つなのか3つなのかよくわからないでしょちょっと見てみましょうかね商標法3条2項の趣旨適用要件を説明した上えで当該規定を適用するにあたって出願商標と使用商標の同一性 出願商標にかる指定商品指定義務と使用商標にかる駅商品義務の同一へこれをね厳格に解するべきか同一へこれ論ぜよと、うん。ということはこれね3つ聞いちょるわあそれでねまあ私の,あの色のお約束あるからねこれはちょっと申し訳ないですけど、えー、従ってもらうと <laughs> 色のルールがあるもんですからはい。 えー、じゃあね種子これはちょっとね緑で塗るんですよほらね一つ効いてるなと適用要件はまあ普通ピンクで塗りますからね私の授業ではねはいそして次のねその論ゼオでしょ論ゼオっていうことはなんかイエスかノーかはっきりしないようなところをね微妙なところをついてるんですよだからこれはあの微妙な色っていう意味を込めてオレンジやねオランゲリオンだよええー こんな感じですかね、えー、はいじゃあ続けていきますよはい「こうは、えー「日本国に営業所を有しないフランス国法人だって」で始まるけどもこれちょっと読む気しないよね読む気しないでしょ、うん、だからね説問かで読むべきだとねで「うが拒絶査定を免れるための法的措置を述べようとほら これも典型的な問題ですよ。えー、ピンクでいいです。まあだいたい主人公ピンクで塗りますからね。これあれですよ。あのー、ほら拒絶査定応答パターンってやつですわ。ね、拒絶査定応答パターン、拒査応答パターンね。ああ、だからあのー、早話拒査。 あそれからまあ補正まで書くかわからんけどね調査法部ぐらい書いておきましょうかね、うん、調査法部ぐらいでいいと思いますよで全部あげるかあどれか一つあげるかそれはちょっとわからないです、えー、で公、えー、が1の措置を取ったことを前提として、えー、はいピンクね拒絶流1拒絶流はほらマイナスイメージやろマイナスイメージはね あの青で塗るというお約束なんですよ。ねっ絶流一1はね、まあ、上の方でほらねっ絶流一1は書いてくれてるよ416だね。416ほら。ねこれを解消する。だから,だからこれね分かったよ。巨絶流1を解消するために今度は方やね。だからあのとりあえず私の方で巨咲法部はとりあえず上げといて。 そして説問1はこの「虚作副審判ね」ね、まあ、拒絶査定・副審判の略なんだけどこれを上げさせると、うん、でこれはこっちで書くと、うん、そんな感じがしますはいで今度はね「拒絶流2」ってあるでしょ、うん、であの悪い色青を使っちゃったからねここではね「紫」これ逆に立つよ青の補助的な手段である紫ねほらそしたら4一1 1でしょ うんだら拒絶流にねを解消するために土言すればいいとかいとあこれはだから拒絶流通知応答パターンやからねまあ私の方で言うとあの「い」「ほう」そうね「ぶ」変更の可能性もあるよねえ「譲渡」の可能性あるねえ「放棄」の可能性もあります。 えー、違法不変情報異議申し立ての可能性もあります無効審判の可能性もあります取り消し審判の可能性もあると、ねはい、まあそんな感じですいっぱいありますねでもおそらくですね、えー、JPO に対して取るべき法的措置というこの聞き方からあこのね何というかその攻撃的な措置じゃないですかこれ。 ほらオツの登録商標をめがけて何かやれよみたいな攻撃的な措置でしょ、うん、で意見書っていうのはね別にあのオツの登録商標にめがけてやる手続きじゃないよ自分の拒絶流に対する反論をやるんだらちょっとおかしいかなと挙げる項目としてはね法制もそうだよ。法、あ、制、のー、はもう自分の負けを認める措置だからね。でしかもあのこの かっこ二の方で上げるから。ええ、分割ちょっとさ、あの指定商品二つあるか、これ。そこでちょっと見ないかな、ああ。あの上から。チョコレートやん、これ。ほら。チョコレートだけですよ。指定商品を。あしまあ、指定された商品はチョコレートだけですわ。ええ、そうでしょう、ここでもそうやね、三十類チョコレート。 ああだからこれ分割ではないなって感じですね。うん、分割、だめなやつはね、片っ端からちょっと。うん、そうです、うん。意見書はね、まあ上げてもあげなくてもいいかなって感じ、うんあの。拒絶理由通知を受けたってありますかね。あ違うよ、危ない、これ。あの拒絶査定だから罰だよ、拒絶査定食らったんだからねああ。これは罰ですよ、危ない、危ない。 うん、あのー、距離通じゃなくてもう拒絶査定食らってんだから意見書もう100%ダメってさあげちゃう変更ね何に変更するよ治団団体何に変更するよ解消しないよ4 1 1一はうんあれ譲渡放棄そうですねこれはねいいのがありましたようんほら オツとの交渉は考慮しないものとする、はい、ということでこの2つ消える譲渡交渉放棄交渉消えるねということは「イムトリ」ですよ「イムトリ、ね」ねで「オツは」はいつぐらいに、えー、登録されとるんねこれん登録商標はあの平成25年1月4日に 出願され後期分の登録料納付期限は平成30年7月10日ですからあのこっから逆算してねあの号引いてください分割納付ってねあのあれよ5年5年で納付する制度やからあの10年を2で割ったど真ん中がこの平成30年7月10日なんですよ10年のど真ん中がねだからここから5を引けばね 平成25年の7月10日でしょうん、うん、そうするとえー、まあ異議申し立て期間はとっくに過ぎとるなっちゅうことが言えるわうんであとねおつおつはここでしか登場しないやろねおおつはねここでしか本当に登場しないんですようんはい ということはなんかさ不正な使用してるとかそういうことは読み取れないねなんか使用してないとか悪い使用してるとかぜ全く読み取れないねこれねああまあだからね多分もう無効審判だけだろうという,もう消去法で無効理由があるんだろうなと、ええ、そうすると、えー、その拒絶流通知を食らった商標中のは、えー、この JPO パリス そうですねこの JPO パリスについて出願しているようですね。うん。えー、国際登録を受けたってありますから平成29年の1月3日にねまあそう考えると確かに負けてます O2 に対して負けてます。ででもねこうはそれよより前にですよ あえー、25年に商標登録を受けてるでフランス国によって平成25年1月3日になされた商標登録んを基礎とするって言ってるからちょっとこれねあのピンクでもいいんだけど赤で塗っていいあの、まあ、ピンクと赤近いからねむしろいいと思いますほらこう,こうの色というイメージがあるからねチョコレートで JPO で まあこ,この日ね、まあ、これ、優先 B なんですけど、優先検証し知るから、はいえー、そうするとですね、あのー、おつの出願日と見てください、ほら、ほら、そうすると、おつに勝ってるんですよ。で、登録は、あーのー、 登録日日は平成25年の7月10日ですこれはちょっとね自分で考えないといけないですここから逆算して5年引いてね。はいで、えー、こうはいつ登録されたかというとあの平成25年7月1日です。ええー、これ登録を受けたと。うん、ということは。 先に出して先に登録、そうですね。これさ、こういうことになりません？時系列に先願先登録ということになりませんか？ああ、それに対してよ、大津の方はまあマーてますよね、四日やからだからこう後願というかごまあ後願って言った方がいいか。うん。で後に登録されてますよね、四月。 7月1日に対してあの7月10日ですからああ五眼五登録、うん。ということはこれあれじゃない4111の無交流ありと4111違反の無交流あり無交流ほらこういうふうにしてね徐々に徐々にその内情が分かってくるんですよ。 どうですそういう感じを私は教えていますから、ね、まず説問からこう入っていくことであ,のある程度のこと分かるやろでさらに問題の読み飛ばしはないかということで細かく見ていく蛍光ペンで塗ってないところは読み飛ばしてるところやからほら俺読み飛ばしてるまだねっこれねこれちょっと難しいんですよ問題点だからちょっとオレンジで塗るけどね で日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶流一を解消するための措置を述べようやから、うん、これねちょっと法改正が絡んでますよ、うん。日本国特許庁以外の手続きって何でしょうはいこれね国際事務局に対する手続きを聞いてるんですよ。これちょっとね マドプロのメカニズムを知らないと厳しいかもしれない。これ出来悪かったんですよ。うん。これ何だと思う？国際事務局に対する直接的な法政があるんですよ。つまり、条文でいうとマドプロの九条の二、九条、あ,あしまった、九条の二ポッツ三っていうね条文、これを聞いてるんですよ。 ああなので、えー、そういうその窓プロ的な知識も必要になってくるこの問題ねうん。でこの問題の所在はねあの実は法改正のおかげで解消しましたよ。これ平成30年の問題だからしょうがない。えー、どういうことかというとあの68条の28という二十八という。 あの補正の規定があるんです。国際商標登録さんの補正の規定があるんですけど、これね。意見書提出期間内に限られていたんですよ。うん、ちょっと書いてみますね。意見書あちょっとかなり細かい。まあ、これ皆さん授業じゃないから別に移す必要ないよ。意見書提出。期間内に限られていたと。ああ？ ね、で窓、えー、プロのこの球場の2ポッツさんはねこれいつでも OK なんですよこれはねあの意見書提出期間内に限られてるからもうできないんですよ調査作審判請求者もそうでしょまた距離通くれば別ですけどね来ない限りできないです。 だからこの事務局に対する補正をするしかなかったでも今はこれが改正されましたよねうん6828が改正されましたどういうふうにね十15の215、えー、条の3まあどっちかねまあオアなんですけどオアにしとこうかオアね十15の2オア15条の3の通知後 左半サ,サイ継続中ならいつでもオッケーとどうよだからだいぶ近づいてきたよねマドプロにマドプロよりはあのちょっと制限があるけどほらなんか似合いイコールになってきたよね。 ちょっとぐしゃってなってきたけどね。こう窓プロの補正と似合いコールになってきたよね。うん、うん、はい。だからもう問題点解消してるんです。実は今はね。うん。令和元年改正ですよ。これはいだからそういう感じで。俺のまあ、授業中上級こういう感じでね。リアルに私もこの受験生目線に立ちながらね。指導していくからこうやってで。あともちろん答案も見ていくけどうん？ 考え方をこう示しながらあ答案も見ていく説問からこうあ上に遡りながらだから軸がぶれないためには説問文を見るでもちろん情報量足りない必要に応じて上から引っ張ってくる、ね、さっきの時系列もそうだよね、はいそんなふうにしてやればいいということです。 上から読んでいくのではなく説問から読むべきとねはい一つ話が済みましたよね本筋からずれないようにねじゃあ次あの大把握のための努力を惜しまないとあこれこれも今やったよ俺ねだから色であの色でその悪いやつとかいいやつとかをねこうメリハリをつけながらやっていくとこれも同時にやったねだから。 うん、ほらわ悪い色拒絶流ね青とか紫ねで大体ピンクとか青とか赤とか黄色はいい意味だからねうんそうでしょだからこれは黄色で塗ろうかなちょっといい色で「大把握のための努力を惜しまない」ねず字系列も書いたりしていいと思いますねで「右脳対左差」の50対50の割合で稼働させ直感的理解と論理的理解ねこれによって あの大白ミスを撲滅させるるこことができるこの問題ね本当そういう意味ではいい素材だわだってさっきのねオツの登録日って書いてないなじゃんでもこの分割納付の後半分の納付期限から割り出していくというねこの作業ほらこの、えー、っと平成30年の7月10日からね逆算するとこれこういうことやからね。うん <laughs> うん、これでわかると思うけどまあほらあのー、10年存続期間10年でしょで分割納付期限がこのあれやからここからちょっとね引っ張るよこうやっていい意味で手を抜くよほらこここのど真ん中がね、えー、平成30年の7月10日なんだからねなのでち,ちゃんと俺ほら説明しようからねあの寝てませんからねはい。 平成にいやなんでそうするかっていうとあの寝てる先生もいるらしいんですよ。だからあの俺はちゃんと画像に現れてない時いううにさ寝てる先生もいるらしいんですね。で俺はちゃんと起きてるぞっていうところをねあのアピールしたいね。はい、でえー、っとほら5年5年。ほらねほらパッと分かるやろ 大把握ミスのための努力を惜しんでないわけよ。惜しんっていうね、番組やってましたけど昔。はい。さあそんで、次のテーマ行ってみようか。端的な表現を駆使し、考える時間を稼ぐ。ああ。あの、やっぱりね。えー、っと。考える時間を。ああ。短くしちゃダメですよ。うん。書く時間短くしていいです。 思考停止に陥っても考える時間が増えれば何かこう突破口を開くことができますよ。ええ。あの何かこう考えを張り,張り巡らしてるうちにいい案が思いついてくるとさっきの俺もね何、えー、だっけほら違法部変状法義務取りってとりあえず書いたけどねちょっと譲渡法規とか意見書に悩んでたじゃん意見書どうやってあーこれ4日目ともう作らっとるんやからねっ 拒絶査定を食らっちゃうんじゃけ。あのー、これはもう意見書出せるチャンスはないなと。ね。やっぱりこう。あのー、考えを張り巡らしていくうちに、そして問題をこうにらめっこしていくうちに。いろんなことは分かってる。ほら。交渉も考慮しないと。交渉を考慮しないね。だから譲渡放棄消せたじゃん。ね。譲渡放棄もね、大迫ミスすることなく。あの、消せたでしょ。 あそうその分ね、あのー、端的な表現でつまり端的な表現っていうのは答案を短くしていけばいいけばんですよああの私はね4ページ書きなさいという指導はしてませんので、えー、まあ書けるもんなら書いた方がいいんじゃねえのと思いますけどね、えー、でもやっぱりあの考える時間は絶対に減らしたらダメああの書く時間は減らても。 考える時間は減らせなよ、うん、でね先生考える時間は減らしてらいかんと書く時間は減らしてもいいそうすると書く時間が減,るって減って書けないじゃないですかと当然そういう反論が来るでしょう。で私はそれに対してどう答えるかというとまあだからね残された少ない時間でそこそこ書くにはどうすればいいかっていう訓練をするために「トーとか受けるんだよと」とそのためのトーなんやと。 ね、どれだけ削ぎ落としてそれでもそこそこ点取れるかっていうねそれが大事なんだと、えー、たくさん書いていい点を取ろうと思うなよとまあだからそういうですね発想というか考え方に関しては私の指導方針にぶれはありませんええー、そんな感じですだから皆さんねもし私の考え方に賛同していただけるならば是非出ていただきたいあの多分 あのー、その時間が足りなくてねなかなかいつも満足のいく答案が書けないとねそういうふうに悩んでる人もう多く書こうとするから失敗するんですよ端的に書きましょう端的にねはい、まあ、そういうことでもう終わっちゃったよ、うん、それが痛いの。で担当もちょっと話してくれっていうふうに言われてますんで。 担当のね思考停止を防止する3つの方法じゃあ担,担当場所もとりあえず即興で俺やりますようん担当でね担当ではどうかとうんあのねまずこれ分からなかったら飛ばすとこれ基本ですようんねあのー、1問あたり あの3分30秒という、えー、3分30秒なんですよえー、っと60問うん60問だから210分3時間半は210210を60で割ってくださいそうすると、あのー、3分30秒になりますからねだから5分も10分もかけてられないよとうんうんだから飛ばしなさいとねあのー、5分以上 かけてる場合じゃないとまあ4分ぐらいかかるやつあるかもしれませんのでねだから4分5分以上かけてる場合じゃないとどんなに難しくても。ああね、で時間が余ったら、あのー、そうです時間が余ったら、あのー、そこにね戻ると。 うんね、これがもうやっぱし思考停止だからそう停止してんだからもうね強制終了だよもう飛ばすんだよ自分でああ潔くねで2番2番はねあのー、なんていうかねかかららなかったら消去法ですよ消去法で結局分かることあるからねうん消去法であのー 答えを出すと。うん。あの一つ分からなくても。他の四つが分かることで。答え出せるでしょほら、だから諦めるなと。 そうでしょことがあるっていうのはね常に出せるとは限らないあの育成あるか問題っていうのもあるからねうんそういう感じですよねであとはねそうだねあのやっぱり、えー、もう最後はテクニックに頼るともうテクニックを信じると思考停止にもう入ってんだからねつまりもうあの超簡単な あテククニックを教えます、ねえー、当然とかあ必ずとか常にとかいつでもとかあと場合はないとかね大体×あのいい罰ですよこれ×シリーズ。ね、かるで、えー、逆にね あのー、まあじゃあ逆に「場合は場合がある」とかねあとは「とは限らないとか、ね」とはねそれからねうん原則なんなんであるとまあつまりあの例外は聞いてないっていうことねうんそういうのは大体丸が多いねうんうん。うん あと,と,いうという規定はないという規定はない、うん、これも大体なぜか丸が多いんですよ。ツはね「という規定」と,と規定されてるかな、うん、と規定されてるみたいなのは大体ツです。うん、100%とは断言できませんけどねほらもう簡単でしょう、まあ、そういうふうにして思考停止をね 防止していきましょうね。やべえな。これガイダンスでかなりテクニックを教えちゃったよねえ。大バー,バーゲンセールやね。これね。<laughs> まああの授業中より具体的にね。そのここで3つのこと。俺言ったけど、それをこう授業で体得してもらおうよ。俺の授業でね。体得してもらえるから、さらに俺のあのゴロテクが繰り出されてだいたいね。8割ぐらいの問題で俺のゴロテクが炸裂しますから。うん。 あの小,技小技で決まったり大技を繰り出して決まる場合もあるしもういろいろやねうん本当にもう DDT、うん、DD ってあの農薬の方じゃないよ農薬じゃなくてねあのあのプロレスラーのねあの橋本信也選手前にいたあの人の得意技です DDT ね。うん そうですね、まあ他でもいいんだよね32問ロケット砲でもいいんだよねそういう大技を繰り出すとねボマイエでもいいですよ、うん、リキラリアートでもいいですねはいまあそんな感じですねあーまあちょうどいい時間になったよほらねでまああのー、私がね担当するその講座があるんですよ まあ、あのこういう表紙、ね、こういうあの、まあ、3人の先生が並んでる、ね、これは入門じゃなくてあの中上級のねほら学習経験者向けだからそれの,あのパンフレットを見るとね、まああの,他の先生との相違点アピールポイント、ね、を確認できますから。うん まあ私はねとにかくあのなんていうか長年の長年教えてるからね <laughs> みんな長年教えてるけどあのー、そうですねレック今のレックの弁理士の講師の中では2番目に歴史が長いです。でそういう中ではあの大、ー、体いいねこの回数っていうのあるんですよ。こう過不足ない回数っていうのがあるんですよこれ。 多すぎてもいかんし少なすぎてもいけない俺にとってそれをもうまさに練って練って練りまくってもうこの回数っていうふうにしてますからまあだからねあの先生の講座は他の先生に比べてあのコマ数が多いとそれ,まあそれはそうですけどそれはもう長年の,あの私が教えてて この回数は必要だでもこれ以上は不要だってちゃんとね見極めができてるんですよだからあのいわゆる1年目の講座よりは少なくしてます、ええ、これやっぱり皆さんもね秋きが来るしねあんまり多すぎるとだからして少なすぎるとねもう穴が増えるしねうんまあそういうちょうどいい塩んばいの分量になっちル系けねで私のね考え方はもうあのこれです もうとにかくね、シンプルイズ・ザ・ベストですわ。シンプルイズ・ザ・ベストです。ええー。あのー、まあ車好きだからね私ね、あのーまあ、車に例えるとねあのポルシェという車あるでしょ。あのー、まあ憧れのマト私も憧れてますけどあれね内装がえらいシンプルなんですよ。そうするとね、あのーまあ 素人っていうか普通の人だとうわ内装あっさりしとるわパッとしねえなと思って意外と金が高い割にはパッとしないなと思うんですよ違いますよシンプルイズはベストですからうん。車ってね究極的にはあの軽い方がいいんですよそうですよゴテ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 つければさそれは豪華になるわけですよ論文も一緒です書けば書くほどそれは豪華というかねうもこちなくなるでしょうね でもかけるんかいっていう話ですよ。時間内に。そうでしょで、図に乗っていっぱい上げとったら、大把握ミスになるしね。で、だから、こう、思いついたものは何でも上げなさいという、この。ある意味、無責任な。そういう、指導は私はしない。あ,あの、上げれば点になりますみたいな。それだったらね、みんな受かりますよ。えー、みんな受かるんでね。 私は逆の発想ですねやっぱりこの上げるべきか上げたらいけないのかそれを慎重に見極めながら量はあまあそこそこまあ少なすぎてもいけないけどねそんなもうべらぼうに書く必要はないんだよと。で担当はねこの知識だけないその秘訣がいっぱいありますからそれはちょっともうここでは言えないもんですからぜひ受けてください。ねこの まあ、ただで聞けるこのガイダンスみたいなのではちょっとノウハウですからねそれはちょっとまあとりあえず出てくださいよ。ね私が持っているのはあのテクニックの8割ぐらいでもう解ける感じですよ本当とに。うん、ああこれね賢いと思わせる端的な宮口陶の伝授ちょっとだけ言いましょうか例えばさ植末名の,あの該当性を問う問題が出た時に。 従業員であること従業員による発明であることそれから業務範囲に属すること現在過去のの職務に属するることの3つあるでしょそれでさあの例えば業務範囲に属しないというシチュエーションだとするでしょそしたらもう従業者のの現在または過去の職務に属するか否か否検討いいいらななと思わないそうですよだからその現在過去の職務に属するか否かについては検討するまでもなくみたいなねこれは職務発明でもない。 まあそういうふううういいふに賢くいこうよよ話なんですよ均等論も、ね、5つの要件あるじゃないですか。であのなんかはっきりしないやつはもう全部書くしかないんだけどもうどれか1つでも満たさなければもうそれだけ書いて終わってもいいと思うんですよ。まあ一応規範を立てた上でであればね、うん、全部当てはめる必要ない。もう1つダメだったらもうダメなんだよら。まあそういうテクニックあの賢い切り抜け方。 そう、罰がつかないような、逃げ切り方。そういうのを伝授していきます。はい、じゃあ、また、あの。似たような。ガイダンスやっていきますから、今後も。じゃあ、今日はこの辺で終わります。はい。えー、それでは。今日のテーマ、えー。本試験で思考停止を防止する。三つの方法について。レック戦に講師の宮口聡をお送りいたしました。 それでは皆さん、実際の授業でお目にかかりましょう。それでは、ごきげんよう